日本の潜水艦について。歴史。日本の潜水艦は大東亜戦争の時には飛躍的に進化しましたが、敗戦したことにより技術はアメリカに接収され、開発そのものも止められます。しかし朝鮮戦争と冷戦により自衛隊が発足し、再び潜水艦を開発できる機運が醸成されます。自衛隊最初の国産潜水艦は昭和29年1954年頃から開発構想が始まり、1957年には早くも基準排水量1150トンの潜水艦を寄港し、1959年に進水し SS511 親潮と命名され、1960年には就役します。同型艦はありません。その後も1962年に林尾型750トン同型艦は2隻、1963年夏潮型790トン同型艦は2隻、1965年大潮型1628トン同型艦はなし、1966年朝潮型1650トン同型艦は4隻、1971年渦潮型1850トン同型艦は7隻、1980年有潮型2250トン、5番艦から2250トン同型艦は10隻、1990年には春氏大型と順調に国産潜水艦を就役させます。春氏大型は2450トン同型艦は7隻、最後の累積型潜水艦です。そして1998年からは2代目の親潮型が就役します。今までの3世代続いた累積型船型を捨て、葉巻型船型となり、水中吸音材と側面割れソナーが導入されます。葉巻型船型は累積型船型に比べると流体力学的にはわずかに不利のようですが、大きな性能低下にはならず、新装備導入など総合的に判断した場合、葉巻型船型の方が有利であると判断されたようです。結果、2代目親潮型は大きな成功を収め、11隻が建造されました。1番艦の親潮と2番艦の道潮は第一線を引き、2015年と2017年に練習艦へ艦籍が変更になっていますが、3番艦以降の艦に関しては海上自衛隊が潜水艦18隻体制から24隻体制に移行するのに伴い、艦齢延伸工事を受け、第一線で延長運用される予定です。そのため残りの9隻の艦齢延伸用の部品や改修費がすでに予算化されています。大成功を収めた葉巻型船型の親潮型の設計を踏襲する形で、平成21年からは双流型が就役し始めます。建造予定数は12隻で10隻が就役中、1隻が偽装中、1隻が建造中となります。外見上の大きな変更点は、X 座を採用したことですが、それ以外も大きく改良されています。一番の改良点は非待機依存型推進システム AIP の導入です。燃料電池等も検討されたようですが、最終的にスウェーデンのサーブグループの造船会社が開発したスターリングエンジンが選ばれました。このディーゼルスターリングエレクトリック推進方式により水中での作戦時間が大幅に伸びたと言われております。ただ AIP は装置そのものが大きく、居住性が犠牲になったという話もあるようです。双流型 AIP を搭載した最新鋭の潜水艦である双流型は、先に述べた通りディーゼルスターリングエレクトリック方式で推進します。計画ではそれに代わる装備として5番艦以降はリチウムイオン蓄電池搭載艦が建造される予定でしたが、予算化が遅れ11番艦横流から AIP を除去してリチウムイオン蓄電池、ディーゼルエレクトリック方式が採用されています。鉛蓄電池と同じ重さのリチウムイオン蓄電池を積めば、
理論上は鉛蓄電池の10倍を超える大出力を得ることができます。しかし実際は火災を防ぐための装備や火災が発生した際の装置、発電用のディーゼルを増やすなど別のものにも重量や容積が取られるため、同じ重さは積んでいないと考えられ、予想では2倍から3倍の出力になったと思われます。また充電時間も2分の1以下になったと推測され、充電時に発電のためシュノーケルを海上に露出する時間が短縮され、非発見率と生存性が向上します。同時に巡航速度、航続距離、作戦行動時間が大幅に向上します。おそらく通常動力潜水艦としての性能は他国の潜水艦に大きな差をつけたと思われます。日本を仮想敵とするシナ海軍や韓国海軍は相当ビビっているはずです。豪州が採用せず未だにもたついており、中国は喜んでいるでしょうね。性能諸元は以下とされています。主に浮きより引用、基準排水量2900トン、5番艦以降50トン増、全長84メートル、最大幅 9.1 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 8.5 メートル、機関方式、ディーゼルスターリングエレクトリック方式、10番艦まで、水上、3900馬力水中、8000馬力、ディーゼルエレクトリック方式、11番艦以降、主機、12V2525SB ディーゼル機関 ×2 機、川崎コックムス 4V275R マーク3スターリング機関 ×4 機、10番艦まで、鉛蓄電池、10番艦まで、リチウムイオン蓄電池、11番艦以降、推進電動機 ×1 機、推進機スクリュープロペラ ×1 軸、速力水上、13ノット、時速 24km、水中、20ノット、時速 37km、10番艦まで、約20ノット、時速 37km、11番艦以降、潜航深度非公開、想定では800メートルから900メートル、乗員65名、兵装、HU606、533mm 魚雷発射管 ×6 門、89式魚雷、ハープーン級 USM、潜水艦魚雷防御システム、8番艦以降、C4 アイスター、ZY931 式管制支援ターミナル、情報処理装置、TDBS、ZQX11 潜水艦戦術状況表示装置、ZY951 潜水艦発射管制装置、レーダー ZPS6F 対水上捜索用 ×1 機、ソナー Z997 統合式。次期潜水艦計画、双流型11番艦横流より採用したリチウムイオン蓄電池とディーゼルエレクトリック推進方式、X だ、葉巻型船型などはそのままに、初の3000トンの艦となります。1番艦は平成29年、2017年、12月に三菱重工神戸造船所にて寄港しています。竣工は令和4年、2022年、3月が予定されています。1番艦は試験潜水艦という分類になるようです。外見上は双流型と大きく変わらないものの、内部の装備等は大きく進歩するものと思われます。耐圧性能も向上し、潜水可能深度も増えると考えられます。より短時間で充電を行うため発電システムも刷新され、ソナーの性能及び処理、解析装置、戦闘式システムも刷新され、探知、攻撃能力の向上を目指します。音波吸収素材等の静寂性に関わる能力も強化されますので、現在開発中の新型新深度超魚雷、開発名称陣 RX6 と組み合わせることになれば、対潜水艦潜能力、対水上艦潜能力が飛躍的に向上し、生存性、先制攻撃力、攻撃成功率も大きく向上するでしょう。1番艦は試験艦となることが決定したようなので、これらの新開発のシステムや装備を試験しながら、2番艦以降の新型潜水艦や、すでに就役している潜水艦の改良のためのデータを蓄積していくこととなります。現在開発中の新型超魚雷、開発名称陣 RX6 は、
ダミーを避けて目標を攻撃できる能力。先進度での目標捕捉、追跡能力の向上が図られており、新進度は無論のこと、東市中井等の浅い深度での戦闘でも、一段と優位に立てると思われます。水深の浅い環境では、音波が乱反射するため、目標の捕捉が難しいと言われており、その能力をかなり強化するようです。89式の新進度運用能力を持ったまま、目標探知、追尾能力、射程などが伸びるであろうと想定しており、そうなれば新型潜水艦や既存の潜水艦もさらに生きてきます。新型超魚雷が早急に第一線に投入されることを祈ります。補足、89式新進度超魚雷について、現在運用中の89式新進度超魚雷は、深度600メートルの新進度での発射が可能と推測されていますが、非公開であるため、900メートルという説もあります。今度は、1980年代90年代の潜水艦の最大潜航能力が300メートルから600メートル程度であったことから運用深度は600メートル程度、最大潜航深度は900メートルから1200メートル程度ではないかと推測します。当時の最高深度の潜水艦を想定して運用深度を考えれば600メートルになるのではないでしょうか。900メートルというのは未だに潜航できる艦がないと思いますので、そこまで性能を上げる必要はなかったと思います。どちらにしても、敵性国の皆様には大きな脅威を与えていることでしょう。他国の魚雷はおおむね深度300メートルかそれ以下での深度での発射が可能であり、89式の運用深度は600メートルと仮定しても驚異的性能です。ちなみに米海軍の MK48 は、運用深度360メートルです。最大潜航深度は1200メートル程度と言われておりますので、360メートル以下で発射して1200メートルまでの目標に対して攻撃が可能です。89式は深度600メートルまで発射が可能で、最大潜航深度は900メートルから1200メートル程度と思われます。運用深度の違いは潜水艦にとっては、極めて重要な差となります。単純な例で恐縮ですが、600メートルの深度で哨戒中に敵潜水艦を発見した。そのまま魚雷が発射できるのと、360メートルまで浮上してから魚雷を発射できるのとはかなり違うと思いませんか。近藤が思うには、我が国の潜水艦能力については、他国を大きく引き離しており、日本周辺での活動を活発化させている中国にとっては、非常に大きな脅威でしょう。各国とも潜水艦の任務は平時から秘匿されており、日本の潜水艦も同様で、公表されていません。おそらくは敵性国の潜水艦を追っかけ回しつつ、情報の収集を行っているのだと思います。中国では水上艦に長距離対空ミサイルを配備するなど、空母を守るための兵器の実用化などを、凄まじい速度で推し進めています。すべては空母機動艦隊を編成するためなのです。しかし、対戦能力はまだまだ西側に遠く及ばず、苦労しているようです。そのため静かに忍び寄り、待ち伏せる潜水艦を排除するのは、容易なことではありません。空母機動艦隊の編成を急ぐ中国にとって日本の高性能潜水艦は最大の脅威となっています。したがって近藤としては、できればもっと潜水艦を増やしていただきたいです。そして射程 2500km から 3000km 程度の長射程の巡航ミサイルか、弾道ミサイルを搭載する能力は必要と思います。やられる前にやるよ。やられたら必ず倍返すよ。相手もそれで思いとどまる。これが抑止力です。残念ながら冷戦からこの方、大規模な戦争を防いでいるのは、お互いが戦力を保持することによる。力の均衡か、圧倒的な軍事力で盾とつく者がいないという平和です。要は力による平和でしかないわけです。理想とはかけ離れてはいるでしょうが、平和でないよりはずっとマシです。自由の国、日本にあっては、敵性国の人間も大量に日本に住み着いており、陸上の固定基地だけでは心もとない次第です。広大な海を生かした動的な戦力状態配置により、戦力の残存性を高める必要があります。それによりよく視力は高まり、妙な野望を持つ独裁国家の侵攻を思いとどまらせることになるでしょう。今、現在、戦争を防ぐ最も確実な方法は、十分な防衛力を備えることです。戦争がしたくないなら、そうするべきでしょう。日本が戦力を手放せば他国もそれに見習う。という、お花畑な方々には、隣の大陸にある国が、市場開放で豊かになるや、軍事力を年々増やして、巨大な近代軍を作り上げようとしていることに、気づいていないのでしょうか。他国と領有争いをしている地域では、相手が小国と見るや軍事力を行使し、また、国際司法裁判所の判決を無視して、南シナ海の島嶼を占拠し、軍事拠点化しない、とのアメリカとの約束がなかったかのように、軍を配備しています。
我が国の周囲にはこのような横暴で凶悪な国が存在しています。十分に備えねばなりません。ご視聴ありがとうございます。今回の市防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも市防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。 Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.